どうも皆さんこんにちは、繁盛株式会社の木野です。突然ですが、友達との旅行や結婚式、お子さんなどの写真を撮った時に後で見返したらピントが合っていなくてボケてしまってるみたいな経験はないでしょうか。今回はそういった時に大活躍のフォトショップの機能をご紹介させていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルでは初心者向けに各種コンテンツ制作に役立つ情報を発信していますので、今のうちにぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速写真を開いていきたいと思います。今回はこの私の写真を使っていきます。拡大していくとカメラのレンズの部分にピントが合ってしまっていて、顔がボケてしまっているのがわかるかと思います。今回はこの顔の部分をくっきり補正していきたいと思います。ではまずこのレイヤーを Mac であればコマンド J、 Windows であればコントロール J で複製します。そして複製されたレイヤーを右クリックしてスマートオブジェクトに変換します。次にフィルターの中にあるシャープの中のスマートシャープを選択しましょう。スマートシャープウィンドウが表示されました。このあたりの値を調整して写真を補正していきます。どのくらいにしていくのかは触っていただきながら感覚をつかんでいただけるといいと思いますが、今回はこの量の部分を 220%、 半径を 4.8 ピクセル、ノイズを軽減を 25% にして OK を選択します。はい、顔もくっきりしましたが、今は写真全体にフィルターが適用されていますので、顔だけに適用していきたいと思います。スマートフィルターのこの白い四角形をクリックして Mac であればコマンド I、 Windows であればコントロール I でフィルターの適用範囲を反転させます。はい、黒くなって写真の方はフィルター適用前の状態になりました。ではブラシツールでソフトエンブラシを選択します。流用は 15% 程度にしておきましょう。そして色が白になっていることを確認したら、フィルターを適用したい場所をブラシで塗りつぶしていきます。コツは特に目のあたりを集中的に塗りつぶすことです。はい、これでピンボケをくっきりさせる補正の完了です。レイヤーの表示・非表示ではっきりと違いがわかると思います。普段はあまりフォトショップを使わないという人もこの技術だけは知っておいて損はないかなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは各種アドビツールをはじめ、動画編集やプログラミングなど各種コンテンツ制作に役立つ情報を発信しています。もし取り上げてほしい内容などがございましたらコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録・高評価もぜひよろしくお願いいたします。